疲れたし、また今度でいいか。キルト、新しく追加された大型クエストについて知ってる？ああ、もちろん。結構大掛かりなクエストらしいな。よかったら私と一緒に行かない？もちろんいいよ。遠からず挑戦するつもりだったし、特に誰と行くとも決めてなかったからな。そう、それならよかったわ。今回のクエストはスバルとアールブヘイムらしく、北欧神話をアレンジしたストーリーらしいわ。だから神々が使用するような武器が手に入るんじゃないかってもっぱらの噂よ。なるほど、がぜん気合が入るな。他のプレイヤーに先を越される前に出発しましょう。あの NPC、 クエストのアイコンが出てるわね。話しかけてみるか。あの、何をしているんですか？私はアース神族の者だ。ここの見張り番を任されている。見張り？ああ、この奥にロキを捕らえてあるのだ。ロキって確か北欧神話に登場するいたずら好きの神様よね。お前たち、この先に進むつもりなのか？ああ、そのつもりだ。ロキの様子を見に行くのは構わないが、奴はあらゆる手段を使ってお前たちを欺こうとするだろう。夢惑わされないことだ。万が一にも奴の側につけば、その瞬間お前たちは我々の敵となる。気をつけることだな。ええ、わかったわ。今の NPC の言葉、なんだか思わせぶりだったわね。展開によってはアース神族を敵に回すことになるのかしら。かもしれないな。とにかく先に進んでみよう。ええ、そうね。腕が鳴るわね。あれがロキか。そうみたいね。ようこそお客さん。こんなところまで来るなんて、君たちよっぽど物好きなんだね。俺はロキって言うんだ。よろしくね、可愛いお嬢さん。なんで NPC がこんなに馴れ馴れしいのよ。私こういうチャラいタイプイラつくんだけど。そういうキャラ設定なんだよ。適当に合わせておけばいいさ。ねえ君たち、
この鎖を断ち切ってくれない？身動き取れなくて困ってるんだよね。あんたがバカなことしたから縛られたんじゃないの？それは違うよ、お嬢さん。アース親族の奴らの言い分だけを鵜呑みにしちゃいけない。もっと広い視野を持たなくちゃ。君たちは分かったつもりでいるだけなのかもしれないよ。どういうこと？君たちは俺のことを悪者扱いするけれど、それは物事を片側からしか見ていないってことさ。もう一方の隠された真実を知りたくない？この鎖を外してくれたら喜んで教えちゃうのにな。こいつ面倒ね。別にいいよ、アース親族の味方をしたってさ。ま、俺に味方しなかったことを後悔しても知らないけどね。これは助けるか助けないかを選択しろってことか。キリトはどうするの？ロキは助けないことにしよう。へえ、助けないんだ。意外ね。面白がって助けるかと思ったわ。確かに助けた時の展開にも興味はあるけどな。だがこいつは神々を欺いた結果こうやって拘束されてるんだ。信用ならないのは事実だろ。なんだ、助けてくれないんだ。残念だな。行こう、シノ。ええ、バイバイ。 NPC にしては妙にキャラが立っていたわね。お前たち、ロキの言葉には惑わされなかったようだな。その強固なる意志を見込んで話がある。来たる戦に備え、現在オーディン様は勇敢な戦士を募っているのだ。その戦士の一員としてぜひお前たちをスカウトしたい。オーディン、これはまたすごいやつが出てきたな。まさか北欧神話の出身が登場するとはね。私は引き続きここで見張りを行う。オーディン様にお会いする気になったら声をかけてくれ。ああ、わかった。ロキを助けなかったことでオーディン側につくフラグが立ったってことかしら。だろうな。これからどんな展開が待ってるのか楽しみだ。そうね。それじゃあ一旦町に戻って準備を整えよう。ええ、わかったわ。どうした、アスナ。元気ないみたいだけど何かあったのか？キリト君。ううん、何でもないよ。そうか、悩み事があったら何でも言ってくれよ。うん、ありがとう。大したことじゃないから気にしないで。キリト、アスナ、一緒でちょうどよかった。ちょっと頼みたいことがあるんだ。俺たち二人に？そうそう。ね、実際に来てもらった方が早いと思うから僕についてきて。あ、勇気。追いかけよ、キリト君。あ、なあ、アスナ、なんだか無理しているように見えるけど。みんな、ただいま。おかえり、勇気。見つかったの？ここは？それにこの人たちは？紹介するよ。僕のギルド、スリーピングナイツの仲間たち。え？勇気、ギルドに入ってたの？ギルドがあるのに、なんで俺たちと一緒に攻略してたんだ？仲
かなかみんなと時間が合わなくてさ、それだったら他の人たちと冒険してみたらって言われてたんだ。最近やっとみんなで集まれるようになったから、ギルドを再始動しようと思ったんだよ。へえ、そうだったんだ。あ、みんなへの紹介がまだだったね。こっちのお姉さんが、私アスナと言います。それでこっちのスプリガンが、キリトだ。僕はジュン。アスナさん、キリトさん、よろしく。ああ、テッチって言います。どうぞよろしく。私はそのタロケンって名前です。よろしくお願いし、いた、何するんですかノリ、いきなりスネを蹴るなんて。いい加減その上がり症を直しなよタルは。初対面の女の子の前に出るとすぐこれなんだからさ。私はノリ、会えて嬉しいよ二人とも。はじめまして、私はシューネーです。ありがとう来てくださって。んで、僕が一応ギルドリーダーのユウキです。アスナ、キリト、一緒に頑張ろう。何を頑張るのかな。あ、そっか、僕まだ何にも説明してなかった。何にも言わずに連れてきたの。たく、うちのリーダーはこれだから。あはは、忘れてた。突然連れてこられて驚いたけど、みんないい人そうだな。ということで、アスナ、キリト、僕たちに手を貸してください。イベントボス攻略の手伝いか。話は分かったが、でもそのボスはレイド上限で挑んでも勝てるかどうか分からないって言われてるボスなのよ。ああ、今までのイベントボスの中でも最強クラスだって聞いてる。私たち二人よりも他の大人数パーティーとレイドを組んで倒しに行った方が。いえ、スリーピングナイツのメンバーだけでなくてはダメなんです。もしかして狙ってるのはこれか。何これ、 MMO トモロン。この記事を読んでみてくれ。その力は歴代最強とも。待望のイベントボスついに実装、攻略成功メンバーは本誌に掲載。そう、僕たちはそこに掲載されることを狙ってるんだよ。他のパーティーとレイドを組んで攻略するとパーティーリーダーしか掲載されないみたいだな。なるほど、それで全員乗るためにスリーピングナイツのメンバーだけで攻略することにこだわっているのね。残念ですが、スリーピングナイツはもうすぐ解散予定なんです。だから歴代最強クラスのボスを私たちの力だけで倒す、それを成し遂げてこの世界に私たちの足跡を残したいと思ったのです。そして絶対に忘れることのない思い出を作りたい。どうでしょう、引き受けてはもらえませんか。アスナ、どうする。キリト君、勝てる保証はない。でもアスナが決めていいよ。 ALO でプレイヤーに要求されていることはたった一つ、楽しむことだけだからな。そうだね、それじゃあやるだけやってみましょうか。この際成功率とかは置いといて。決まりだな。ありがとう、アスナ、キリト。今日はありがとうございました。結婚に向けて準備を整えておきますね。その時はまた僕からみんなに声をかけるよ。アスナ、キリト、僕たちのボス攻略に加わってくれて本当に本当にありがとう。僕はもう少しスリーピングナイツの仲間と話をしてからそっちに戻るよ。ああ、わかった。みんな
ボス攻略頑張ろうね。